Hello guys, hello, 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 hello. Welcome to Game House Lava Noir. Je to nějaký krimi, drama. Jste Takumo Nishio a jste studentem druhého ročníku střední školy na pokraji toho, že se stane, že uzavřou. Nemám zájem o 3D. What the fuck, co to je zase za angličtinu? Žije obklopený svými krásnými dívčími postavami ve svém pokoji. Žije v Shibuya, kde došlo k sérii bizarních serových vražet. Tam jako New Generation Madness, alias New Gen. Viník zatím nebyl dopaden a vyvolává nepokoje na internetu i v televizi. Jednoho neposílá tajemná postava zvaná Shogun. Píš od něj obrázek, který jakoby předpovídal další době New Gen. Další den na cestě domů ze školy narazí takový na desi, aby stočil přesně podle předpovědi. A stojí 21 Eček. Vidíme, 10-15 minut zase. Šisen ga sora kara futte kuru. Sono hitomi wa manazashi wa ame da yoni. Proč je tam do prdele to? Boku wa miru na. And? 雨の冷たさよりひど突き刺さっそれから逃げるようにああ僕はわずかに首をそこにあるのは崩壊した街そこ誰もいない誰も動いていない誰も聞こえるのは誰もただ降り続ける雨の音だけ誰もこのまま全てを誰も生きているものも死んでいるものも生きているものも全てを優しく全部の出来事が単なる体が動かない体が震え体それなのでも僕は全てが静止している壊れてしまった無の中から浮かび上がってくるたった一つの湯君は誰そう雨でも彼女は震えていなかったそして奥を見るなひどく悲しい。もしも、こうして、僕の、彼女の世界は、ねえ。不意に、両手をさ、あるいは。あなたは別に、幻想。Easy and ease. Ice and ice, teda, pardon. Prolům. Prolůge, jo, ale do prdele, chup. Já si to, že to taky nějaká novela. Ale nejsem úplně jistý. Jsem si úplně jistý, přátelé. Mě tam trápí ta japonština. Tak jmenu jste měli anglický.
Ale já potřebuju do prdele tu medu. Boku o miru na. Dobrý, menu, menu, halo. Menu, menu, menu. Ty bylo takových postaviček. Dobrý bordel, no. Boku no namae wa Nishijou Takumi, 17 sai. 水明学園2年と言っても学校にはまあそれでも定期テストは頭がいいんだ。Já teda se podívám, proč je tam postraná. Musel reagovat, vole. Vidíte, že to tady je anglicky. No a bylo to tady, že jo? Tak tomu fakt jako nerozumím. Ne, prostě back, vole, backspace jako back. A quick loados. A tady žádný quick load! Ty vole, no dobře no. To dáme znova. Tentokrát si to dáme v správným jazyce. Sono hitomi wa itsumo boku o mitsumete ite. To byl Pokio, vole. Manazashi wa これ、プレスティアモノ、暑くて真っ黒な雨雲を突き抜けて雨のように僕へと降り注ぐ僕を見るな雨の冷たさより背中を預けている瓦礫の冷たさのせいでさっきから体の震えが止まらないひどく寒い突き刺さってくる誰のものかもわからない天からの視線それから逃げるように僕はわずかに首を持ち上げて周囲を見回す そこにあるのは崩壊した町そこにあるのは絶望そこにあるのは死そこにあるのは無誰もいない誰も動いていない誰も生きていない聞こえるのはただ降り続ける雨の音だけこのまま全てを生きているものも死んでいるものも全てを優しく包み込んで洗い流してしまうんだろうか全部の出来事が単なる妄想だったらよかったんだけどどうやらそうでもないらしい体が動かない動かせるのはかろうじて首と瞳だけ体が震えているけどそんなのただの生理現象でしかない
僕の意思じゃない。僕は身を震わせたいなんて思ってない。僕の自由にならないなら、こんなの僕の体じゃない。あるいは生まれた時から僕は自由なんかじゃなかったかもしれない。心の保管してある場所なんて誰にもわからないんだ。それなのに、一体誰がこの体の中に僕の心があるって言い切れるんだ。でも、だったら僕はどこにいたんだろう。僕はここにいるのかな。僕はどこにもいないのかな。すべてが静止している、壊れてしまった世界に、ふと死の雨以外の音が響く。無の中から浮かび上がってくるたった一つの言う。君は誰？その肌が青白く見えるのは雨の冷たさに凍えているから、それとも君がもう死んでいるから。でも彼女は震えていなかった。そして前髪で隠れそうになっているその瞳は、僕を見るな。ひどく悲しそうにも見える。狂気じみているようにも見える。何も映していないようにも見える。もしも世界には僕と彼女の二人だけしかいなくて、こうしてお互いだけを永遠に見つめ合っていたら、僕の世界は彼女の瞳に映るものだけになるのかな。彼女の世界は彼女の瞳に映るものは僕、僕の瞳に映るものは彼女。そう考えると世界は途端に矮小化する。不意に僕の耳に届くとても綺麗なノイズ。彼女はうなだれて両手を左右に広げる。まるであの雨雲の上へ向けて飛び立とうとするかのように。あるいはこの雨すべてを受け止めようとするかのように。あなたは別に幻想。うなだれた彼女の表情は僕の位置からも浮かび上がることができない。あれを見ろ。雨の白幕の向こうで君はどんな顔をしている。殺してあげる。天使乱舞する光の羽は僕を祝福しているのか、それとも、ああそうか、理解したよ。それで僕を殺してくれるんだね。ゆっくりと倒れている僕の前に彼女が膝をつく。いまだに彼女はうなだれたまま僕の頭をそっと抱えてくる。僕を見てくれないことに僕はほっとしてただ身を委ねた。耳元でささやき、綺麗なノイズ、
でも、よく聞こえない。暖かくて、柔らかくて、優しくて、甘美な感触。それは麻酔のようで、不思議なことに、体の震えがゆっくりと収まっていく。彼女のかすかな鼻息が、僕の頬をくすぐる。とても甘い匂い。ふと、胸に圧迫感を覚えた。彼女の持っていた大きな剣が、僕の胸の皮膚を裂き、肉をえぐり、骨の間を縫い、ゆっくりと体の中に沈み込んできている。でも、彼女のキスという麻酔にかけられて、もう痛みを感じない。こんなにも優しく殺してくれるから、不意に切なくなって、涙が溢れそうになって、それをごまかすために、彼女の頭越しに雨を落とし続けている、鈍色の空を見上げた。空が滲んでいるのは、雨のせい、涙のせい。もう、あの視線も感じない。もう、何もない。薄れゆく意識の中で、僕は空へと手を伸ばす。誰か、教えて。僕たちのあの空は、どこへ行ったんだろう。Guys, I put that's Nicking Dr. Mask from Gunner Life. Are you sure?